スマホならではの便利な機能、電話が即かけられる機能を紹介しましょう。でもこのように開くことができます。これいちいちアプリ起動してないんですよ。 Teams の中で閲覧できると。こんにちは、戸田悟です。 Teams の動画何本かアップさせていただいてるんですけども、どれも人気をいただいていてありがとうございます。ということで今回はこれですね、スマートフォン、 iPhone でもいいですし Android スマートフォンでもいいんですけども、スマートフォンで Teams を使う方法を紹介します。 Teams ってまあ仕事向きの LINE みたいなもんですよね。連絡をやり取りするためにあるアプリです。スマホで使えれば便利ですよね。移動中でも休みの日でも、まあ、いつでも連絡はチェックして返信もできるということで、基本的な使い方を説明していきます。なお、会議をする方法ですね、テレビ会議をする方法は別の動画で紹介してますので、そちらをご覧ください。 Teams 関係の動画は全部リンクを貼っておきます。よろしくお願いします。それでは Teams の使い方、スマホでの使い方ですね、説明していきます。マイクロソフト Teams をスマホで使う方法を説明していきます。今こちら映ってるのは Android スマートフォンなんですけれども、iPhone でも基本的には同じように利用できます。こちら iPhone です。はい。今回の説明は Android スマートフォンで行っていきますが、iPhone の方ももうほとんど同じように使えると思っていただいて大丈夫です。でこちら Android スマートフォンも機種によって多少違う部分はありますが、まあほぼ同じようにそれも利用できるので、ご安心ください。ということで、まずアプリを検索しましょう。Teams で検索すると Microsoft Teams 出てきますので、こちらからインストールをしていきます。はい。インストールしたアプリを開きました。もちろんインストール無料でできます。有料版と無料版で若干機能が違います。例えばテレビ会議で保存できるファイルの容量が違うといった違いがありますけれども、今回は無料版でもほぼ同じように紹介していきますが、画面はですね、有料版の契約をした画面になります。まあ、ほとんど違わないと思って大丈夫だと思います。で、まだですね、アカウントを持っていない方は無料で登録をタップして、進めていってください。で、マイクロソフトのアカウント、ほとんどの方持ってると思うんですけれども、マイクロソフトのアカウントをお持ちの方は、サインインで大丈夫です。はい。で、こちらがですね、ログインが済んだ画面です。マイクロソフトのアカウントとパスワードでログインをすると、このようになります。最初にちょっとこう、チュートリアル的なページがありますけれども、もうこれは飛ばしていきましょう。はい。これで使い始めることができます。はい。で、下にですね、最新情報、チャットチーム、予定表、その他とありますけれども、今回の説明はチャットとチームを中心に行っていきます。で、予定表というのはカレンダーの機能なんですけれども、これ、アウトロックのカレンダーと同期してるんですね。で、僕は Google カレンダー使っています。アウトロックのカレンダー使ってる方はもう便利で、かつそのまま使っていけると思うんですが、僕はアウトロックのカレンダーを使っていないし、まあ、使ってない方も結構多いと思いますし、時間も長くなるので、今回は割愛させていただきます。で、まずですね、基本的な基本であるこのチームですね、下をタップしてチームから話を進めていきます。チームやチャンネルについて説明していきます。はい。で、画面にはもうすでに2つのチームができている状態になっています。で、このチームの考え方等々はですね、別の動画、パソコン用の動画でも説明しているのでちょっとダブりますけれども、簡単に説明をしておきます。中にはスマホだけで使う方もいらっしゃると思うので、で、これチームというのは基本的には組織だと思ってください。例えば会社単位とか、ただし自分の会社だけじゃなくてもいいです。自分の会社と取引先の人とか、もしくは家族でもいいですね。一つのそのやり取りをする人々の集まりと思ってください。で、チームというのは人がたくさんいるわけですね。で、その中にこう一般テストとかいろいろ、これチャンネルというんですけれども、チャンネルが入ってきます。で、この例えば株式会社アバンギャルドに社員が5人いたとします。で、5人の社員は基本的には全部見られる、まあ見られないようにもできるんですけれども、この中を見るような感じになっていきます。で、例えばですね、家族と会社を分けるのであれば別の、これ今テストになってますけども、このように別のですね、チームを作ると、つまり人々の集まりを見る人、一緒に見たい人、やり取りしたい人に合わせて作っていくというのがベストなわけです。で、パソコンですでに使ってらっしゃる方はこの画面と同じようにマイクロソフトのアカウントでログインすると、パソコンで使っていた Teams で使っているチームとかチャンネルの情報がこのように出てきます。で、全く新しく作る方はですね、こちらからですね、はい、新しいチームを作成というのをタップするとチームを新しく作ることができます。で、まあ、チームの管理もですね、このようにこちらでチームを削除することも可能です。はい。チームを削除しちゃうことも可能です。で、基本的にはこのチームに参加しているやり取りしか見られません。誰か会社のメンバーが新しいチームを作ったら自分もそこに参加をしないと、その内容は見られないということになります。
はい、続いてチャンネルについて説明します。これチームが人の集まりだとすれば、チャンネルはやり取りの区分ですね。例えば、まあ、一般営業とかありますけれども、こちらでですね、新しいチャンネルを追加したり編集したりという作業ができます。でこちらでですね、例えば一般というチャンネルの中で、まあ、一般のやり取りをこうしていくと。で、まあ、こちらもですね、一般のやり取りをこのようにしていくと。はい、なんか新プロジェクトとか、まあ、これ会話ないですね。すいません、失礼しました。テスト用でなんかいろいろとこうやり取りしてますけれども、はい、テストでやり取りしてますけれども、このようにやり取りがしていけるというわけです。それでは、チャンネルを追加してみましょう。チャンネルの追加はですね、こちらをタップして、チャンネルを管理というメニューがありますから、それをさらにタップします。で、今チャンネルがここにありますけれども、さらに下のプラスをタップすると、チャンネルの追加ができます。ここで、まあ、打ち合わせというチャンネルを追加します。はい。で、チェックをつけると、はい、チャンネルが追加されました。で、ここのチェックがあると表示されるわけですね。こちらに表示されています。で、今チャンネルを管理で、この営業というチェックを外します。すると、こちらに営業が表示されなくなるわけです。そして、非表示のチャンネルというものが出てくるわけです。会社で大量のチャンネルがあって、スマホでは全部表示したくないよと、あんまり自分が参加してないのは表示しなくていいやっていう場合は、この機能を使ってください。はい。で、今ですね、こちら、打ち合わせというチャンネルが追加されました。はい。で、こちらに、参加してほしい人に、アットマークメンションしてみましょうとあります。続いて、メンションの説明をします。はい。で、メンションというのはですね、特定の人への問いかけ、特定って一人じゃなくて複数でもいいんですけれども、山本さんどうですか、山本さん、田中さんどうですかみたいな問いかけという形で理解していただければと思います。で、人を、誰々さんという形で人を指示する場合には、このアットマークをつけるんですね。早速でもやってみましょうね。はい。こちらの右下のマークをタップします。すると会話が開始できます。で、下にですね、左から4つ目、アットマークありますから、こちらをタップします。すると、すでにこれ参加している、このチームに参加している人が出てきますので、この人を選んでメンションするわけです。で、チームの名前があります。で、これをタップするとですね、これ全員ということになります。このチームに参加している皆さんということになります。で、まあ、1人でもいいですし、2人選ぶ場合は、またメンションのアットマークをタップしてから人を選びます。これで、2人に対する話しかけができるわけです。で、3。まあ、ちょっと面倒なんで、本来は参加してくださいなんですけど、縮めましたが、はい。これで、2人に対して参加してくださいという問いかけができました。で、彼、彼女がですね、このやり取りを見るとですね、参加をしてくれるはずです。という形で、で、誰かに問いかけるときには、新しく、この、新しい会話を開始して、そこで、アットマークを打ってから、一緒に話をしたい人、もしくは、このですね、チャンネルに、参加している全員ですね、参加できる全員を選択していくわけです。一人にしか話しかけないことも可能ですが、基本的にはこのチャンネルの中というのはそれぞれの、チームの中に参加している全員が見られると思った方が安心です。で、秘密のお話をしたいときには別のものを使います。はい、特定の一人と個人的にお話をしたい場合にはこのチームを使わずにチャットを使います。で、このチャットというのがどちらかというと LINE っぽい機能ですね。で、チームというのは複数に対する LINE っぽい機能なので全員に見られると思った方がいいです。まあいろいろあるんですけれども、基本はみんなに見られちゃうと。で、個人的に一人にだけ何か、他の人にあまり聞かれたくないとか、他の人が見ても意味ない話をする。例えば今日の待ち合わせ5分遅れますっていうのは別に他の人に伝わらなくてもいいですよね。で、その場合はこちらのチャットを使います。で、チャットでは同じように右下のですね、ペンのマークをタップすると利用できるんですが、まず相手を選びます。はい。で、ここに文字を入れていきます。はい。入力しました。はい。これでこのように入りました。つまり、これ LINE のようにこう吹き出しでチャットがこうどん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 流れていくイメージで利用できるわけです。で、これが個人に話しかけるとか、まあ2人でもいいんですけども、特定の人、他の人に見せずに、まあ気軽にお話をしたいときに使うのがこのチャット機能というわけです。自分が席の前にいるか、離席しているか、そういったことを相手に伝えることもできますよ。
さて、すごくこれちっちゃいんですけれども、名前の下にですね、青とかオレンジ色のマークがついてますけど、これ何かっていうと相手の状況がわかるんですね。で、この使い方、左上をタップして、この自分の名前のところにこのメニューですね、現在どうなのというのがわかるようになっています。で、まあ結局連絡不可といっても、相手が連絡してきても構わないわけですけれども、つまり自分は今返事できないよと、例えば打ち合わせ中とか休暇中とか、例えば病気で連絡つかないといった場合には、ここをチェックしていけばいいと思います。で、すごく急ぎのやり取りをしていて、相手の連絡を待ってるような場合の時でも、ちょっとトイレ行くという場合などには、一時退席中にしておくことで、相手にそれが伝わるわけですね。で、まあすぐ戻ってくるだろうなというのが伝わるわけです。これはうまく活用してください。スマホならではの便利な機能、電話が即かけられる機能を紹介しましょう。さて、スマホならではのちょっと便利な使い方を紹介しておきます。例えばですね、まあ何でもいいんですけども、やり取りしたところに相手の名前がこうアイコンで表示されて、今ととなってますけども表示されてます。これタップするとですね、登録されていれば電話番号とかメールアドレスが出るので、あ、残念ながら皆さんにはちょっとお見せできないんですけれども、でこれをタップすればそのまま電話がかけられるというわけです。これまあパソコンではあまり使わないんですが、スマホでは非常に便利に使えると思いますので、こちらはぜひぜひご活用ください。Excel や Word のファイルが Teams 上から見られてとっても便利ですよ。さて、ではですね、続いてファイルの添付について紹介したいと思います。このようにやり取りの下にですね、このクリップのマークあります。こちらでファイルが添付できます。で、はい、タップします。はい、でこちらにですね、最近使ったファイルが出ていますけれども、まあこれはとりあえず無視をしてですね、はい、でこちらで Google ドライブとか OneDrive が選べるんですね。ちょっとアドレスをお見せできないんですけれども、この例えば OneDrive の中から、まあ最近使ったファイルでもいいですし、もしくはまあ別のファイルをですね、検索したりして探していってもよろしいかと思います。で今回は、はい、上でこれで OneDrive のファイルから選択できるので、はい、では今回はこのファイルを添付してみます。はい、で今アップロードしているのが下の方でわかると思います。これでファイルが添付できます。でそのまま送信をします。するとこのようにやり取りの中に、はい、ファイルが出てきます。でこれをタップするとですね、これが便利なんですけれども、 Excel とか PowerPoint とか Word のファイルもですね、このTeams 上でスマホでもですね、開くことができるんです。まあちょっと時間かかりましたけども、このように開くことができます。これいちいちアプリ起動してないんですよ。 Teams の中で閲覧できると。で必要があればこの Excel のマークをタップすると Excel で開くことができます。はい、でこれで Excel をで開きました。はい、ということで Excel で開くことができました。はい、ではちょっと元に戻ります。はい、でこちらが Teams 上で開いた状態ですね。はい、でこのファイルなんですけれども、このやり取りの中、今投稿の中から見ていますけれども、この一般の投稿の中から見ていますけれども、こちらをですね、まあタップしてファイルをタップすれば、ファイルの中にやり取りしたファイル、共有したファイルだけがリストアップされるんですね。やり取りがすごく長くなってきた時に、あれ昔送ってもらったファイルどこだろうっていうような、ちょっと見つからなくなってしまった時には、こちらのファイルから探すと簡単に利用することが可能です。スマホで Teams を使う方法を紹介しました。皆さんもぜひ使ってみてください。僕ももう毎日のように使っています。